向江彩香は、福岡県紫野市出身の日本のフェンシング選手。種目はサーブル。JOC エリートアカデミー所属。2014年現在、大原学園高等学校に在籍。2013年とアジア競技大会日本代表。2014年アジア競技大会日本代表。幼少期から運動能力に優れ、小学校5年生の時に、 福岡県のタレント発掘事業に参加し総合点で1位となった。当時はフェンシング未経験で将来の夢をダンスの先生と語っていた。小学校卒業後、親元を離れ JOC エリートアカデミーに進み、東京都北区立東付中学校へ入学する。エリートアカデミー入校1年目は成果を出せず、苦しんだが乗り越えた。練習時間を増やすため、 通信生家庭の大原学園高等学校へ進学する。中国で開かれた2013年アジアユースゲームズで優勝。両親によると負けず嫌いであり、他者と競いながら必死に練習を続け、努力して成長してきたという。高島リ沙サとは、同じ福岡県出身の同い年で親友でありながら、強力なライバルでもある。競技中は、絶対に負けたくないという思いで臨み、 共に2020年夏季オリンピックでの金メダル獲得を目指している。ありがとうございます。